やっと梅雨明けですね。梅雨明けしてやっと晴れてきた。それっぽくなってきた。でかい。一応キックして落としますか。ノコペア。はい、戻します。すいません。はい、ノコペア。オスどっか行ったね。オスも逃げるの早いな。逃げるの早。逃げ足一級品。ノコいたんですね。ここそこ土じゃないやろ。土じゃないか、潜れないやろお前。こっちやろ。おお、スズメバチが。スズメの兄貴。これはスジクワのメスですね。いや違うか、ココアか。どうでしょうか。うお、でけでけでけ、ミヤ持ちすぎた。マジ。でけえミヤマ。あ、そんなにでかくないか。でも結構いいサイズですね。もう一匹いますね。あ、ここミヤマいたんだね。蹴ってみるもんやな。ミヤマゲット。いたんやな。全然いるように見えん。ミヤマいた。いましたね。やったね。いました、いました。結構いいサイズやなこいつ。うわ、ムカデおる。ムカデ危ね。ムカデがいるのでキックしたらムカデも降ってきますね。いやー、クワガタいないっすね。なんかいる。コクワか。コクワガタぐらいしかいないね。なんか落ちたぞ。なんか落ちたぜ。お、でけ。ミヤマのメスやん。でか。めちゃめちゃでかいこいつ。見てこれ。超巨大ミヤマのメス。うお。ちょっと待って。やばいの見つけたっす。やばいとこ見つけてしまった。かなぶん、かなぶん。かなぶん、かなぶん、かなぶん。ミヤマ。すげえ、ここ。ミヤマとかなぶんの天国やん。すげえ。やったね。こんなとこあるやな、やっぱ。探せば。いやー。見つけた。黒カナブンもいるやん。やっぱ日当たりがいい場所が樹液を出すんやね。おお、ミヤマが。おお、ミヤマが。すげえなここ。お、カナブンも争っています。上にめちゃめちゃでかいミヤマおるやん。上にめちゃめちゃでかいミヤマいる。今年一番の収穫っすね。こっちに樹液が出てるのにこっちを行くというよくわからない現象が。カナブンの趣味がよくわからねえ。おう、
ペアで独占しようとしてるな、樹液場を。うおい、目標はこの上の、はい、あいつなんですけど、あそこから下に落ちるやんから、この辺りですね。落ちてくるかな、来ます。落ちて、落ちた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 みたいですね。あれ、わかんねえ、わかんねえ。落ちました。深山のメスはいるけど、オスがどこ行った、オスが一切わかんねえ。お、いました、いました、いった。でかすぎて潜れなくなってる、でかすぎて潜れてない。いたー、いました、でけえ、でけえっす、めちゃでか、やっぱ見た通りでかかったな、めちゃでかっすね、やったね、めちゃでかやな、めちゃでか。でも60アップぐらいか、60アップ、60後半っすね。70はないか、もしかしたら70アップあるんじゃない、これないかな。でもめちゃめちゃでかいっすよ、めちゃでかいな、こいつ。綺麗な深山です、反応もいいしね。おお、なんかやった、今なんか威嚇してる、こいつ威嚇してんの。わかりません、深山のメスめっちゃちっちゃい。落ちた、でかいの落ちた。まあ普通サイズのオス、普通サイズのオスとメスもいましたね。ここドブやから救出しとかな、溺れ死んでしまう。はい、小さいペアはあんまり良くない気にいるね、なんかもう分かっていた。こう針葉樹林の隙間に生えているクヌギなんですけど、この日が当たる、日が差し込むようなところ、ちょっと開けた場所にあるクヌギは樹液を出すみたいで、クワガタがついてますね。ほら、くわ、深山ですね。よっしょ、めっちゃおるやん、こんな感じ。読み通りっすね、レギュラーサイズ。はい、こんな感じで深山がついてますね。この日光が当たるか当たらないかかなり重要だね。おっと、ここもすごそうですね、まあ、そうでもないか、かつてすごかったやろうっていう気があります。樹液を出してた、この周りの杉ヒノキが周りの杉の木が、まあ、小さい頃はこの木にも太陽が当たってたんでしょうね。それが周りの木が成長するにつれて、この木に太陽が当たらなくなったと。まあ、成長スピードは杉の方が速いから追い越されてしまって、で栄養が行き渡らなくなったって感じ。疲れてます。なんか落ちたね。おお、真下に落ちてきた、真下に落ちてきましたね。はい、チビも落ちてきた。
レギュラーサイズかな。まあでもこのサイズもどこにでもいるね。いるとこ行けばね。レギュラーサイズ。こういうにわし。ちびも。なんか落ちたぜ。おお、カブトのメスでした失礼、落ちたな。溺れるとこやったね。溺れるとこ、いてー、溺れるとこやったな。濡れてもうたな。行くぜ。あー、しんど。何らかのクワガタでも落ちてこない限りこれもきついな。かつてはいっぱいいたんだが、いてててて、かつてはいっぱいいたんですけどね。ほう、もうあんまいなくなってしまったね。よし、あぶね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 え、あぶねえ。じゃあこっち行けるか。あぶねえぞ。おお、でかいのいた。でかいミヤマいた。でけえ、でけえ、でけえ、めちゃでかいやつ。ちょっと待って、めちゃでかいのいるやん。やった、いましたね。どこ行った？あれ？どこ行きました？コロコロ転がっていったような、コロコロ転がっていったように見えたが、どこ行きました？マジかい。どっか行ったぜ。デカミヤマ消失。消失。デカマ、デカマじゃん。デカミヤママジで消えたんやけど。夜やからね、わかりにくいんですよね。立体感がないというかね。やーべー。見失った。完全に見失ったぞ。かなり暗いですね、ここ。けど、どうかな？お、ミヤマいましたね。ミヤマ。ミヤマいましたね。お、いるじゃない？この木ハングアップしてるから、上から蹴って下に落とすか。杉しか生えてないけどね。杉しか生えてないけど、ちょっと一本ずつ行きますか。これ怖いな。崩れたらやばいっす。下に落ちた。よし、戻る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 ぜ。どこ？お、落ちてる落ちてる。ミヤマ落ちてる。あ、でもこれも十分でかいね。十分でかいっすね、これ。これ何、気持ち悪いな。結構でかいっすよ。でもなんか弱々しいね。気弱なミヤマか。結構でかい。両型。いいサイズのミヤマ。おおおお、なんでこれ。これはクワガタじゃなくてノコギリ、カミキリだ。やべえ。寒気した。